ミスターマイアミさん、今日も暑いですね。日本時間で今日はね、8月10日の朝6時42分です。暑い中また動画を一生懸命撮っていこうと思いますけども、今日いただいたご質問は YouTube の動画の長さですよね。これミスターマイアミさんは3分から5分をたくさん作るというふうに考えられているそうですけども、まあ、私も同じ意見ですね。3分から5分の動画をたくさん作っていくと、まあ、というよりもね、なんかこう言いたいことを一つだけ言うと3分ぐらいにまとまっちゃうんですよ。で、2つぐらい言おうとすると、まあ、5分ぐらいですよね。そういうふうになっていきます。で、以前はですね、私の動画は1時間とか2時間っていうのが多かったです。これはどうしてかっていうとですね、まず一つは、理由の一つはね、私はね、セミナー動画とか講義の動画っていうのが主だったんですよ。まあ、ですので私が2時間のセミナーをすると2時間の動画ができますから、それをまあ流すという感じですよね。まあ、このセミナーの動画っていうのは、まあ、ある意味2時間スペシャルって感じで、会場に来た方もしっかり2時間座りっぱなしで最後まで聞いていただけるような内容だったんで、まあ、別にそれを動画化しても2時間はテロップもなしに音楽もなしにしっかりとね話す内容がそれなりのものだったら見ていただけるってことですよね。で、その他もう一つの理由はセールスの動画ですよね。セールスの動画を作るときは編集をして音楽をつけて、まあ、あるときは対談相手っていうのも用意してですね、もう台本を作ってどういうタイミングで、自分がね商品の説明をすればいいのかとか、どういうタイミングで価格を出せばいいのか、どういうタイミングでこれおまけをつければいいのかみたいなことで、もう完全にですねプロダクトローンチっていうんですけども、そういう動画の作り方をしてましたんで、その時はね結構作り込んでました。動画の本数が少なくても売り上げが上がっていくって感じですよね。で、現在はですね、特にセールスに重きを置いてるわけではないんで、自分の発信したいことをしっかり発信していくっていうスタイルですね。まあ、そうすると今日言いたいことが一つあるなと思ったら3分ぐらいで、だいたいこう肩の力を抜いて自然に話すと3分ぐらいで終わるんですよね。まあ、Facebook ライブなんていうのはね、まあ、良い例で3分ぐらい話したらだいたい話終わりますんで終了ということになって、またお会いしましょうみたいな感じで、終わっていきます。で、この短い動画をねたくさん作る意味っていうのは、まあ、2つありまして、1つはですね、まあ、量産できるってことですよね、当然ですけども。で、私たちは動画の質っていうのを上げようとして量が落ちてしまう傾向にあるんですよ。質と量どっちが大事かっていうと圧倒的に量ですね。質っていうのは作り手がものすごく考えて作ったとしても受け取る人がそれを感じるかどうかわからないんですよ。でも量あるとですね、受け取り手っていうのはいろんな趣味思考を持ってますから、思いもしなかったのがヒットするんですよね。そのヒットしたものを作り込んでいくっていう風な形です。ヒットしたものに対して質を高めていくって感じです。そういう風にしてます。で、理由の2つ目、長くないと収益化がどうこうっていう話もありまして、そうですね、やっぱりね10分を超える動画だと途中でね動画広告が入るんですよ。で、それを狙ってわざわざ長いのを作っていくっていう戦略もあるんですけども、まずはチャンネル登録者数が少なくともね数千人とか1万人ぐらい行くまでは、その短い動画でたくさんの方に見てもらうっていうのがいいのかなと思います。そして、YouTube の広告収益ですか、これねあんまりねそんなに圧倒的に高くならないんですよ。ですんであんまり気にしなくていいかなと。広告が途中で入ろうとオーバーレイ広告があろうと、広告のことあんまり意識せずに、まずは見ていただけてる人に、まあ、満足していただけるだろうか、また別の動画を見ていただけるだろうかって考えると、まあ、あんまり長い動画よりもね、お忙しい中3分でパクッと見れるやつとかね、5分でサッと見れるやつとかで、30分とか1時間になると時間がある時に見ようっていう風になっちゃうんですよね。で、私の場合は速稼塾の動画っていうのはね、なんか出勤前に、まあ、リリースする時間にもよるんですけどね、私の動画っていうのは大体朝8時にはもう毎日の更新ができてますから、出勤の途中とかに見ていただく方とかね、朝起きたら見ていただくっていう風なペースができてるんで、やっぱりね長い動画よりも3分5分が好まれる傾向にあるのかなっていう風に感じております。そういう理由でね、 YouTube の動画の長さっていうのは3分から5分をたくさん作っていってよろしいんじゃないでしょうか。その中でたまにスペシャルみたいにね、このテーマについてしっかり話そうみたいなのがあったら多少長くてもそれは OK だと思いますし、もっともっと掘り込んでいこうと思ったら編集をするという感じです。はい、3分5分の動画をたくさん作って、ちょっと長めの30分前後の動画はそのうちの 1割というか一部あって、
で、セールスの動画とか気合い入れる動画はもっとちょっと少なくていいのかなというところでございますね。肝心なのは再生リストを使うってことですね。3分5分の動画の再生リストっていうのがあると、それがズバーッと連続して見られるから、そちらの方を狙った方がいいのかなと思います。まあいろいろ申し上げましたけども、まずは量産すること、量産するとしたら3分5分の動画になっていくっていうことだと思います。以上です。